今回は前回のあの留守番っていう話と同じ、えー、和正さんから伺ったお話をしようと思います、えー、和正さんっていう方あのこの前もねあのご説明した通り滋賀県の方で歯科クリニックを経営してらっしゃる歯医者さんなんですよ歯科医師さんね、えー、で私があの最初にお話を伺った数年前ですか数年前には 息子さんが小学生で,、ね、でお家というのはね今もそこに住んでらっしゃるんですけれども3階建てで1階がまあ歯科クリニックですねで2階と3階が居住スペースということになります。でゴールデンレトリーバー飼ってらしてで、ね、趣味はギターでギター非常に上手で、まあね、ギター弾けるんですね羨ましいことに。 でご本人ハンサムでねでお仕事成功されていて、えー、それからあのお連れ合いもね非常な美人ねであの息子さん優秀火の打ち所がないんです本当に。にご両親健在でねで一家はねまあ比較的裕福言うことないんですよ羨ましいところが一つだけ問題があって和正さんねまあ 言うなれば見える人なんですよ。我々のこう業界で見える人って言ったらね。つまり霊感のある人。幽霊とかがまあ見えてしまう人ですよねえ。えまあ、歯科医師さんってったらね。まあ、文系か理系かって理系じゃないですか？明らかにで合理的な考え方をなさる方ばかりだと思ってたんですけど、まあ、もちろん。 さんもうそうなんです合理的な考え方をなさる方でお電話でこうインタビューしても非常に聡明な方です。でもね見えちゃうんだから仕方がないっていうことなわけですねええー、で家族はもちろんそのことを知ってるしかし患者さんに知られるのはいかがなものかというわけなんですよだから、まあ、滋賀県とは申しましたけど滋賀県のどこということは、まあ、伏せさせていただいて。 でまあ、とにかく日常的にいろんなもの見えちゃうんで、まあ、小さな細かいエピソードをですね、まあ、いくつもいくつも伺ったんですよ。でその一部を今回はご紹介したいなと思います。最初に言っておきますけどほとんどオチがありません、はいえー、まず一つ「黒い玉」という話なんですけどね。ある日のこと 夜の10時頃ですでまだ小学生の息子さんはもう子供部屋に引き上げてる、ね、でもう寝なくちゃいけない時間ですでおつらいはリビングかなんかにいるで和正さんは趣味のギターの練習をしたたかったんで,すでもまあねお子さんを起こしてしまってもいけないもう寝なきゃいけない時間だから。 でお連れ合いは、まあ、あのリビングでなんか映画かなんか見てるこれも邪魔しちゃいけないどうするか1階の歯科クリニックの診察室のドアを閉めてでそこでギターの練習をしていたそうなんですでギターの練習しばらくしてそしたらねこう診察室のドアの外外にドアを開けると通路があるその通路の方の 壁からニューンと黒いものが現れた。これがバレーボールぐらいの大きさの球体なんです。黒い球体がニューンと現れてポンと壁から抜けてた。で、唖然として見守ってるとこれがヒューと 宙を飛んでいって反対側の壁に当たるとまた壁の中に沈み込むようにシューッと消えていったんだそうです。で数正さんが私におっしゃるにはその消えていった方の壁ってね向こう方はね院長室なんですよ。つまりね僕がいつもいる。 部屋なわけですよだからねすごく嫌な気持ちになりましたよ。とまずこんなお話を聞きました。さて続けてまだまだあるんですね。次のお話ね「水平移動」というタイトルで、えーまあ、診療時間終わりましてそろそろ辺りは暗い夜なんですね。 でまああのそれで診察室の電気を消したパチッと消した消した途端に目の前に身長1 7 0ンチぐらい数正さんは背が高い方なんで自分よりもやや低い感じの身長背丈のおじいさんが突然と現れたそれで数正さんが「えっまだ患者さんいたんだ」ととっさに思った。 後から思うとそんなわけはないんですよね、診療時間終わってるそれでもう電気消して2階に引き上げようと思った診察室の電気をパチッと消した消した途端に突然とおじいさんが現れるとおかしいじゃないですかでもその時はあまりにもはっきりと生きてる人間と見分けがつかない普通のおじいさんに思えたんで勝松さんはあの もう今日は終わりなんですけどと言おうとしたするとねそのおじいさんが足を動かさずにスーッと滑らかに水平に移動してで診察室の壁の向こうに消えていってしまった壁をすり抜けてどこかに 行ってしまったって言うんですけどね。それだけなんですよ。はい、さてどんどん行きますよ。この調子で次々にいろんなものを見てしまう。和正さん、こんなこともありました。えー、その日は？診療時間まあ無事に終わりまして。それでまあ夕ご飯の少し前だったそうで、2階に引き上げてきた。和正さんソファーに座ったら。 うとうとししちゃいましてねでうとうとうとと眠りかけたするとね中年女性の声で「すみません」と呼ばれたはっと目が覚めて「あああのすみませんあの今日もう終わりです」と答えて「いや待てよ待てよ待てよ」だって下はもう全部閉めてきたしなえでも。 今の声、確かに1階から聞こえたと思った。恐る恐る1階を見に行くと、誰もいません。真っ暗です。ええ。夢でも見たかなうとうとしちゃったからな。とか思ってると、あなた、そろそろできるから手伝って。テーブルに運んで。なんて。あ、ごめんごめん、わかった。 すぐ行く。で3人で夕食です小学生の息子さんお連れ合いねみんなでテーブル囲んで夕ご飯を食べているとなんとなくこう1階の方に誰かいるような「おい なんか誰かいる感じしないなんてえあなた何言ってんの何もだよなさっきねおかしいんだよあのさ上に引き上げてきてからちょっとウトウトしちゃったんだよねそしたら「すみません」って女の人に呼ばれたんだよね。患者さんみたいな感じで1回 からさ声がしたたと思ったんだよねおかしいんだよ」。と言うと「へ、ええ、お父さんまたそんなこと言ってやめてよ」みたいな息子が言う「いやごめんでもさ本当にさ聞こえたんだよそれ今もなんかなんか落ち着かないんだよなこもよ」「あなたいい加減して何にもそんな変な気配なんてしない気のせい気のせい」なんて言われましてね。 で、お食事が終わる。3人でリビングでテレビを見ることになった。で、でなんかね、見たい番組あったんですね。で、3人でソファーに座って、テレビつけて、まあ見てバラエティーみたいなもんね。お笑い芸人さんがいっぱい出るような。で、見てる。とね、急に、そのテレビの横あたりから、<laughs> <laughs> 君の悪い女の笑い声が聞こえた。3人で。思わず顔を見合わせて。和正さん今の今の聞こえたような。あの、さっきのすいませんの女の声だと思うぞ。と言うと息子まで。あのさ、あのさでもさ低いとこから聞こえたよね。あの、僕の背よりも小さいような人がさ声出したみたいな。低いとこから聞こえたよ。 なんていう確かにその通りテレビの位置より低いようなとこからその声が聞こえたように思った」とお連れ屋が「もうあなたたちやめてよもう気のせいなんだから」「いやお前だって驚いてたじゃないか聞こえたろ」「もうそういうのはね全部気のせい気のせいなの」なんていう「い分かったよ」でもほんと聞こえたよな何だったんだろうあれ なんてていう話をしてやがて夜だんだん遅くなってきて子供には「ほらほらもうそろそろ寝る時間だよ」とか言って子供部屋に。であの奥さんの方は「私ちょっと夜遅くまた見たい番組あるんだけど」なんていう「お前さあんな笑い声聞こえたのに大丈夫なの?」僕も明日も早いから寝るよ」たら「 大丈夫やん <laughs> 別に私ああいうの気にしないもんだって気のせいだから」と奥さんねこんなこと言うあ分かったようんうんじゃあお休み適当に寝てるからって言ってで勝正さん、まあ、バスルームの方に行きましてね、まあ、シャワー浴びて歯磨いてねパジャマに着替えて「じゃあ寝るか」とか思ってバスルーム 脱衣所後にしようかなと思ったらそしたらね後ろからトントンと肩を叩かれて「すみません」って中年の女の声で何か声をかけられたんですってでそれがあの最初の1回から聞こえてきた「すみません」それからあのテレビの横から「ハハハハ」って聞こえてきたあの気味の悪い笑い声どうも。 同じ女だったと思うんですよ川名さん」っておっしゃるんですけどね。それでそれから何かありましたかその女性に何か思い当たるところはないんですかとお伺いしたら「いやそれが全くそれっきりなんですよ」とおっしゃるんですよね。さあこの調子でじゃいよいよ最後の話です。 まあね本に書いた時は「先生は幽霊を信じますか?」というタイトルで書いたんですけどね、はい、私がインタビューをする2年ほど前の出来事だということなんですけれども和正さんの歯科クリニックによく通ってらっしゃる仮の名前桜田さんという女性がいました桜田さん中年女性でまあねさっきの話も中年女性出てきましたけど、まあ、住宅街ですからね 近所のあの奥様方が、よくあの和馬さんの歯科クリニックに通ってらっしゃるわけなんですよ、ええ。そうした奥様方のうちの一人、桜田さん。桜田さんはおしゃべりな方で。ええ、治療もそっちのけで、しゃべりたがるんで困る。何しろ歯の治療しなくちゃいけないんで。本来、患者さんは口を開けっぱなしで、しゃべれるもんじゃないはずが。まあ、あの現れるなり、何かしゃべり出すのが、桜田さんの悪い癖だった。 その日も昼間いらした桜田さん早速話し始めまして「先生先生私ねこないだねすごい怖い目にあってねあの心霊写真って心霊写真って信じます先生心霊写真本当に撮れちゃうんですよ本当に撮れるなんて私全然信じてなかったでもねこの目で見ちゃったから信じるしかないんですあのねこないだほら最近暑いでしょ夏休みじゃないですかそれでね子供たちもみんな集まって親戚一同でねまああのなんか そういういいいパーーティーみたいないたな開んでですよそれで夜はね花火大会したんですそしたら私のハト子っていうのがねあのお子ちゃまがいてそのお子ちゃま初めての花火でそりゃもう喜んではしゃいじゃって可愛らしかったまだ3歳なんですよ3歳の女の子でねそれで私とハト子がその3歳の可愛らしいお,じお嬢ちゃんを、まあ、ニコニコと眺めてる写真ねお嬢ちゃんがこうやって線香花火してるそれを私たちがこうやって見てるこういう写真を撮って撮って,ってって撮ってもらったんですよね。 桜田さんあのそろそろ座ってあそれでねあ座りますよそれであの先生それでねちょっと聞いてくださいよそれでねハト子と私がそのお嬢ちゃんをまあ眺めてる写真を撮ってもらったんですねスマホでね最近便利ですよねスマホだからその撮れた写真その場ですぐ見れるじゃないですかそしたらねすごい写真撮れちゃったんですよ私とねハト子の首から上が写ってないの。 写ってないんですパッと見て「あ首がない!」びっくりしてでよく見たらねうんと上の方にね見切れそうなとこに並んで首が写ってるんですよ。そんな写真見たことありますそりゃもう怖くて怖くてでねはとこと私ね話し合いましてその写真をね今度ね霊能者の方に見ていただくことにしたんですよ。あ <laughs> じゃあ、うん、うん、ここでね今日の話これで終わり霊能者の方に見ていただくことにしたんです心霊写真ねじゃ先生よろしくお願いしますとこんな風に一気にまくしてられたで「はあ分かりました」と言いながらまあ半分開けれて「しかし心霊写真かすごいなそんな写真首が2人とも切れて上の方に写ってたそりゃさぞかし恐ろしい写真だろうななんて想像しながら治療をしましてじゃあ桜田さん次の親役。 ね、ご予約取ってもらってあ来週来ますみたいな話をしてところがね桜田さんそれから何の連絡もなくキャンセルの電話もなくぱったりといらっしゃらなくなってしまったさらに言うとこちらから「いらっしゃいませんでしたね」みたいな「ねあのどうされます?」みたいな確認の電話しようと思っても電話通じないんです。どうやら そのスマホを解約しちゃったみたいなんですねあらあら何があったんだろう桜田さんちょっと気になるでもまあ他にもいっぱいね患者さんいらっしゃるしねえちょっと個性的な患者さんが一人減っちゃったぐらいなもんですそれから1ヶ月もしてひょっこり桜田さんが急にいらっしゃった 先生ご無沙汰してます申し訳ございませんでしたあの空きがあったら是非予約をしてまた見ていただきたいんですけどなんていうああ,あちょうどね今空いてますからすぐ見れますけどどうされたんです心配しましたよああ,あれからねいろんなことありまして実はね離婚したんですはあそうなんですかあれ桜田さんお子さんは確かいらっしゃったような。 あそうなんですよ息子がねいて中学生なんですけどねそしたらね息子にキツネがついちゃってん離婚したキツネがついたああの離婚とねキツネの件関係ないと思うんですけどとにかくね息子にキツネがついちゃってねで息子のねあの写真を撮ったらね息子の顔がキツネみたいになっちゃってすごい写真なんですよ先生ご覧になります私のスマホなんで今見せられますよ でさん私に「川ナさんそれでね僕その写真桜田さんからもらったんですよ」でねこれ先生にも送りますよ。うん、まあねお子さんの顔がね確かに狐みたいな感じに映、まあ、ってるんですよね。なんておっしゃって私もその写真送っていただいたんですけどね。 まあ、うちのパソコンに今でも保存してありますけどね、まあ、確かになんか鼻先が尖ってなんか狐みたいに顔が変形してるちょっと気持ち悪い感じに写ってる写真ではあるんですけどただそうは言ってもまあお子さんのその顔を変形してるとはいえ割とはっきり特に目から上とか写っちゃってるんでまああのね SNS などに投稿するわけにもいかないし。 ただもうう持ってるしかないといと写真で,でその後どうされましたって聞いてもどうもしない桜田さんまだ通ってらっしゃるけどその後その話はしてないっていうことなんでねまたしてもオチがないんですよはいこんなお話をいろいろと聞きましたまあ 歯医者さんでお亡くなななりににる人って滅多にいないと思うんですよね病院はねまあ、病気でねそこで息をひと引き取られる方っていう人はまあそれなりにねいらっしゃるんでやっぱりだから市と近いところにあるから看護師さんやなんかがよくね幽霊会っちゃったとか見ちゃったとかねそういう例体験ありますよね入院患者さんとかね。歯医者さんは 特に和正さんそういう変な事故とか起こしたこともない優秀な歯科医師さんでらっしゃってあの誰もお亡くなりになったりはしてないので何ですかねまあ単純に考えると霊感のある和正さんを慕って幽霊が寄ってきちゃうあるいは家に霊道が通ってるとかね家っていうかまあ家に職場ですけどね、まあ、そこに霊道が通ってるとかそういうことになるのかなと思うんですけど。 まあねあねの変なこと言うんですけど霊感があるとおっしゃる方幽霊をよく見てしまうという方のお話て、ね、往々にしてねオチがないんですよちょっと困った感じの話ではあるんですけどこれはこれでね面白いなって思ってえこうやってお話しさせていただきました。